ワシントン DC の生まれ、トム・シャドヤック監督でロビン・ウィリアムズの主演による映画、パッチ、アダムス・ストゥル・ストーリーの実在のモデルである。ホスピタルクラウン、クリニックラウンを始めた人、現在も世界中でクラウニング活動の実践やさらなる普及に向けて講演活動をしている。日本にも講演会のために何度か来日している。父親が、 アメリカ軍の兵士だったため、韓国やドイツなどの中東地で育つ。父親とは疎遠で、父親が亡くなった後、教師をしていた母親と兄と共に、アメリカに帰国。学校でいじめに遭い、それから逃れるために3度入院生活をした。18歳の時に、問題から逃げるのではなく、社会変革を起こして、立ち向かおうと決心し、 退院後、クラウンの格好で人々を楽しませる活動を始める。共に、多くの書物を読み始める。学生時代から金儲け優先の医療のあり方に、疑問を持ち、愛という魔を根底に置いて、人に優しい医療を目指す。1964年、ジョージ・ワシントン大学医学部進学家庭入学。1967年、バージニア医科大学入学。 1971年に同位課題を卒業すると、ウェストバージニア州のポカホンタスに、自分の目指す医療のできる、しかも無料で、医療サービスの受けられる病院、ゲズントハイトインスティチュートを設立する。ゲズントハイトインスティチュートは、お達者で病院といった意味。大ゲスントハイトは、元は、健康という意味のドイツ語でまた誰かが突然くしゃみを、したときに、 そばにいる人が大丈夫気をつけてお大事にといったニュアンスで声をかけてあげる時の言葉である。12年間そこで無料の診療活動を行った。将来新たに建設を目指している新たなゲズントハイトインスティチュートはウェストバージニア州に予定されており、総合医療の全般とヘルスケアの病院になることを期待されている。パッチ・アダムスは さらに社会的な活動家でもあり、一種の民間外交官でもあり、プロの道家師、アーティストであり、俳優でもある。例えば、彼は、毎年世界中のボランティアたちと共に、ロシアに出かけて、孤児や、患者やその他の大勢の人たちを喜ばせたり、希望を持たせるようなチャリティ活動をしている。人をケアする理由は、ただ一つ、人間を愛しているからです。 ケアは愛を動詞化する。ケアは概念ではなく行動です。人を思いやるという人生を送ることによって、あなたは自分の中で一番深い平和と安らぎを得る。良い意味のお返しをすること。例えば、米国がアフガンに爆弾を落とし始めた時、私はアフガンの人々を愛したいと思い、即座に現地に飛んだ。平和のためにクリエイティブになる。例えば、 死の床でアメージンググレースを歌う。情熱を持ち不可能だと思っていた夢を見る。人をケアすることは科学的見地からしてもあなたのためにいいことがある。上記は日本に講演のため来日した際にケアに対するバッチ・アダムス本人の発言から。バージニアの医学学校で知り合った妻リンダとの間に二人の子供がいるが、 リンダとは1998年に離婚している。ゲズントハイトインスティチュート、ドクター・パッチ・アダムス、ケアする喜び。あなたは私だ。ありがとうございます。